今回のテーマは「官長更迭を問え」ということですがこのテーマお願いします。これ一度見てもらった紙ではあるんですけど、えー、今日の段階でいうと昨のの24日火曜日の、まあ、夜に開かれた異例の国防部会でここに入ってないんですよ。はい、でここに入ってないけど入ってないから質問してはいけないってことは全くないので、うん、ただしあの、部会長や安保調査会長に。 了解を求めた上で、あで、のー、僕は2つ新たな質問をしたんですけど、はい、1>, 1つはこの艦長鋼鉄問題なんです艦長って何の艦長かというと、はい、こういう船なんですね。鈴、はい、これ、うん、あの読み方はで「鈴、ま、月、あ」で帝国海軍にもあった船ですけれども海上、うん、自衛隊の今の護衛艦なんですよね。でこれとてもいい意味ですややかな爽やかなな爽 やっぱり秋の月ですかねそういうイメージなんですがこの鈴月ツっていう護衛艦がその中国の領海内に入ったとで海上自衛隊が過去中国の領海に船を入れたことがないのでその結構な騒ぎになったんですがこれについてですねの中国側がその中国に駐在している日本の報道機関などに 強調して流しててて流る話があってそれは日本政府が中国に詫びを入れてきたと、うんね、まず領海に侵入して申し訳ございませんとなんとその領海に侵入したのは艦長鈴木の艦長が自分たちがどこにいるかを正確に把握してなかったとしたがってその艦長だけじゃなくて乗組員にも責任があって。 こういう人たちの、まあ、処分って言い方はしてないみたいだけど要するに中国から見たら処分して官長はとりあえず更迭になったと、うんね、でそういう話を中国が流してますね」「そうでしょ」って僕は政府にまず聞いてでそこには重大な問題がいくつかあってですねまず領海というのは無害通行権 通行っていうのはあの普通の通行人の通行じゃなくて船が行くことですだから航海の航です無害通行権があって軍艦といえども領海の中を外国の軍艦がその害なく通行するんであれば問題ないわけですよところが中国だけがですね、はい、中国の領海だけは事前に中国政府の領海がないと外国の,あの軍艦入れないって言ってるわけですよ、うん アメリカ海軍はこんんなものをません、はい、だって国際法に準拠してないから。でも日本が今回これ認めたことになってしまうのはですね要はその鈴月きの任務として中国海軍の演習ぶりをまあ見ていたというのは中国側にとっては何もなく通行してるんじゃなくて中国からしたら演習の秘密を除かれるような有害だと日本側は認めたんだと。うんね ということはその中国側がそういう主張をしている中国国内で日本の報道機関に対してそういう話をしているっていうことであればあの今後日本はいちいちあの日本の海上自衛隊だけがですねあるいは場合によっては海上保安庁の船まで含めて中国の領海をやむを得ず通るときにはもがい通行権なのに。 中国側にお伺い立てて入ってよろしいでしょうか属、うん、続刻じゃないですかこれだったらありえないことですよねしかもあの僕は試験者からの問い合わせも来ててやっぱり試験者ご覧になってるなと思ったんですけど海上自衛隊の艦長が自分がどこにいるか分からずにうろうろと領海に入ったってそんなことあるんですかと、うん、それも非常に奇妙な話で、うん、これはあの部会でも防衛省の側はですね いやあの我々の,その手の内を晒らすことは言えませんという前提に立ってねなんて言われたかというと防衛大臣も記者会見でこの件について官庁交代っていうのは、まあ、よくある人事異動でありましてさまざまな事情で異動するんであるから今回についても答えられないと大臣がおっしゃってるんで我々も言えませんということで終わったんですよ。うんまあ、これははは僕僕のの予想通りなんんですが僕は聞いてるもちろん第一にはその 艦長の,の,の鋼鉄に見える人事っていうのは不当であるということ、うんね、で移動してしまったものはしょうがないけど例えば乗組員を処分するとかそういうこと絶対起きないようにということとこれが今後にもたらす影響を考えると海上自衛隊の行動を縛ることになってしかも国際法に準拠しない中国側の一方的な言い分を日本が認めることになってはいけないので、うん、これは。 その中国側に対しておかしなことを日本の報道機関に話したりしないようにとこれ実際、日本の報道機関からこういう報道もなされていますから、うん、だからこれをそのうんやめさせることを求めますということを申しました、はい、でこれは最低限やらないと日本の,あの国防に関わります、うん、はいどうぞ実際、日本政府は中国政府にそういうこと言ってないんですか あの中国は例えば日本は有害通行したと認めたんだそんなことは言ってないですよ、はい。言ってないけど、その謝罪のようなことと中国側は謝罪と受け取ることを日本はいや謝罪なんかしてませんって言うかもしれないけど、うん、ただ、領海に入ったことについては詫び入れてんのは事実なんですよこれは、はい、間違って入ってしまいましたと言ってるんですね、はい。でもそれがだから違うって それは、うん、そうですね。はい。いや日本側が相当やられてるじゃないですか今。前回のまさに放送でやられ方だよ。ねそれで日本はちょっと了解に入ったら間違え入入て入っちゃったんです。日本はが油をれて官庁はいなくなると。はい。ね。でもそそんなもう信じられないアホアホですよねこれ。<laughs> だから対米、うん、従属っていつも問題になって確かに問題なんだけど、うん、今や対米従属どころか。 対中族国対、うん、米中属もアメリカのひょっとしたら属国じゃないかというニュアンスがあるけどこの場合は少なくとも海の上においてはこれでで,す、ね、これで尖閣守れれるんですか信じ、ね、でこれはねやっぱり岸田政権になってからその中国に対する姿勢が弱くなったということの、まあ、勝訴だと思うんで。うん やっぱり、その、新しい政権で、ここは立て直していかないといけないです。うん、はい。そうですね。はい。はい、ありがとうございました。では、はい、今回のテーマは以上にしまして、いただいた。